ルシャン・ゼティノビッチは、セルビア出身のプロサッカー選手。J リーグ、徳島ボルティス所属。ポジションはディフェンダー。相性はドゥレ。性は、ツベティノビッチとも表記される。シャバツに生まれ、2006年に生まれ故郷のクラブである、FK マチュバ・シャバツで、プロデビューを果たす。翌2007年に FK ディナモ・ブラニエに移籍すると、セルビアの2部リーグにあたるセルビア・プルバリーガへの、 昇格に早速貢献した。2009年の冬の遺跡市場で、活躍の場を海外リーグに広げ、スイスの FC ボーレンと契約した。その後、グラスホッパークラブチューリッヒを経て、2011年の夏に FC、ファドゥーツに遺跡した。2013年7月、ノルウェーの FK、ハウゲスンに加入すると、遺跡1年目にして14試合3ゴールを記録して、 クラブ史上最高のリーグ3位という高成績に貢献した。以降、チームのディフェンスラインにおけるレギュラーとしての地位を確固たるものとした。2015年8月18日、買取オプション付きのレンタル遺跡で RC ランスに加入すると、3日後のディジョンフコ戦でデビューを果たすも試合には1から2で敗れた。最終的にシーズン19試合に出場し、活躍が認められ、 翌2016年に完全遺跡を果たした。横浜 F マリノス2018年7月19日、横浜 F マリノスへの完全遺跡の内定が公式発表された。遺跡発表のコメントでは、2018FIFA ワールドカップにおける日本代表の躍進を称賛するとともに、試合後にスタジアムを清掃したサポーターを褒めたたえ、 日本が妻と息子にとっても最適な場所であると確信していますと述べた。また、今とても素晴らしい気持ちですし、エフマリノスでの新たなスタートを待ちきれませんとも述べた。ファーストネームのデュシャンで登録され、背番号は2に決まった。2018年8月1日、サンフレッチェ広島戦で初出場を果たしフル出場するもチームは敗戦を喫した。 同年8月11日、来日してから3試合目にして初勝利となった、湘南ベルマーレ戦の後には、最高の気持ちでいっぱいです。とコメントして、勝利の喜びを表した。2018年8月29日、清水エスパルス戦の前半2分に CEK を右足で、押し込み J リーグ初ゴールを挙げるも、イエローカード2枚で退場となり、チームも敗戦した。 2018年9月22日、ジュビロ岩田戦で、後半41分に山中良介の勝ち越しゴールを導くアシストを記録した。同45分に2枚目のイエローカードを受けて退場したがチームは勝利した。2019年シーズンはわずか1試合の出場に止まり、12月17日に契約満了で退団する、旨が発表された。 徳島ボルティス2020年1月10日、徳島ボルティスへの加入が発表された。ありがとうございます。